はい、今日もボンボン TV を見てくれてありがとうございます。アツソチオチです。さあ、今回の企画は第3弾、編集の恐ろしさ。こちらの企画はですね、メンバーにある質問をします。その答えた素材を言ってない質問内容をあたかも本当に言ってるかのごとく編集します。これ一つ言っておくと、メンバーはね、本当にそんなこと言ってないんで、エンターテイメントなんで、皆さんそこはご了承ください。それではどうぞ。あなたにとってボンボン TV とは何ですか？青春、実家みたいなところです。仲間、ファミリーですね。すごい温かい空間だなって思います。あなたにとってうんことは何ですか？青春。明日はみんなでお泊まりです。ねえ、やだ、もう絶対やだ、もうやだよ、本当に、もうやだ、本当に。そしてなると二人部屋です。絶対無理、もう、来ない。一番、でも人生で一番最悪の日になるよ、それは。大好きなうんこを食べてみてください。おいしい。この人とはどんな関係ですか？仲間。この子たちが万引きをやめません。学校にみんなみたいな子たちがいたら、もっと学校生活楽しかったなって思ったりします。イケメンに遊びでいいから付き合ってと言われたら？気持ちは嫌だですけど、気持ちは嫌ですけど、気持ちはすっごい嫌ですけど。イッチーの財布からお金を盗んできてください。やらないとダメって言われたらやります。りっちゃんってどんな匂い？シュドル。グッピンとの絡みについて？すごい嫌だ、超嫌です。それは超嫌。イッチーの手料理はどんな感じ？なんか食べ物と思えないです。食えたもんじゃないです。食べろって言われたら、みんながそれで笑ってくれるんだったら食べます。もしもグッピンが金持ちだったらどうする？遊び、ね、お買い物とかいろんなところ行きたいです、一緒に。イッチーと撮影した後どんな感じですか？かゆい。ホストクラブはあなたにとって何ですか？やっぱりもう私の居場所。彼氏に結婚してほしいと言われたら？マジか、嫌だな、それは嫌だ、絶対嫌だ。今彼に浮気現場を見られたらどうしますか？いやいや、関係ない関係ない。チャラ男のうんこを食べてみてください。うまっ。浮気相手と何をしたいですか？何をしたい？春。道端にチャラ男が歩いていたらどうしますか？自分が騒いでいて隣の部屋の人から注意を受けた場合どうしますか？みたいな感じですか？容赦なし。いや、もう容赦しないよ、する必要がないから、邪魔だからさ。チャラ男に首輪をつけてデートしたって本当ですか？まあすごい昔にあるかな。その時の再現をしてみてください。おおおおおおしっこすんのか。新しい家の良いところは？透けてるとこ。あなたにとって米とは何ですか？私食べたことないですよ、それ。今度りっちゃんと二人でコラボです。遠慮しときます。最近行きつけのクラブは？チリクラブ。そこで出会った男性と一番最初に話すことは？子供何人欲しい？空気という男と浮気して、その彼女に対しての一言は？空気食べちゃった。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 ドミちゃんから手紙をもらったらどうする？自然に返す。道に大金が落ちてたらどうしますか？新しい家での生活はどうですか？なんだろう、今までになかったすごい温かい空間だなって思います。よっちの良いところは何ですか？全部。よっちの好きなところはどんなところですか？全部。よっちとしたいことは何ですか？一緒に生活してみたい。よっちをどうしたいですか？食べたい。りっちゃんにドミちゃん土曜日空いてるよって言いました。なんで言うんですか？はい、というわけで、この前さ、質問取ったじゃん。はい。もう急になんか、まあ一旦みんな確認しようと思って、その質問できた、内容とかね。じゃあ行きますよ、明日はみんなでお泊まりです。ねえ、
作るんだ。おいしい。え、なに、間違ってる。違う、え、違うよ。めっちゃひどい。違う違う違う、大丈夫これ。続きいい。まあまあ一応全部飲んだけど、一応飲んだら、この人とはどんな関係ですか。仲間。この子たちがめっちゃある。勘違いしないでください。これはエンターテインメントです。特にここに書いてあると思います。エンターテインメントフィクション。それではこの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てねー。また次の動画でー。